苦手な展開だこれスミレちゃんがやばい <laughs> 怖<っ>。わっいいねいやちょっとハマりつつあるんじゃないタルタヒーローなわけだ敵陣抜くの見せてあげてほしいね指導者として良すぎるツけくんおはいどうもアニメラクターの大前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのはチャイフル2 第3話見はいというわけで始まりました「ちはやふる」ですね今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども2期に入り第3話後輩も入ってきてどん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 まあなんか部がにぎやかになっておりますねかなり個性的な後輩2人が入ってきましてまあねなんかちょっと私は坊主めくりでいいのよって言ってるけど恋にも何事にも結構真面目なスタンスを見せていくすみれちゃんそして 下の区かるたというまたなんかローカルなかるたで結構実力を持っているよという期待のホープつくばくんがやってきてさあさあさあ今回またどうなっていくのかまあやっぱりつくばくんがやっぱり即戦力っぽいからそこら辺がねどういうふうに成長していくのかも含めてまたね掘り下げながらいろいろと時の流れを追っていこうと思いますそれでは見ていきましょうよーいパド さてなんだこれ誰わおあ新田村尾さんあらあら村尾さん帰ってきたんだっていうかああ新田が順位あやっぱりでも強いんだ100人すごいないや準優勝の新田もすごいけどでも 村尾さんもすごいな。だ、だてに、ああ、悔しそう。でも、だてに、名人戦出てないね。うーん。だてに出てないな。うわ。でも、あら、あ、待て、始め。始めでいいんだよね。おじいちゃんか。 戦っあおあああそうか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 あっあ千早あチたちとあもうでも体調も上がんないと早く選手権までにさあみんな練習してる6月さあカルタ選手権大会 あ、もうもう,もう始まる感じあ、はははっうーん早いね <laughs> びっくりしちゃった <laughs> 後から情報が追いつく追いついてくる系アニメ <laughs> いいですねまあ6月暑くなってきてるんじゃないでしょうか最近急に暑くなってきたよね僕もびっくりしてるいきなり半袖出しちゃったもん もう夏服。今のうちに買っておくから夏服を出すことになるとは思わなかった。いいね。さあ、まあでも水沢ここはまあ5人なんだね。この5人なんだわけね。スタメンは。さあ、しのぶちゃん。 今でーさあ行きましょう、レッツゴーはもう完全にやるんだね。やるんだな、ライナー今ここでんじゃないけど。おあ、はい。あら。あ、また着物出てるの熱くない,いや,やばいやばいやばい。嫉妬の炎を。あら。あら。すみれちゃんも あら。あら、いいじゃない。あら。あら、綺麗。スミレ色あら、綺麗じゃない。和服の似合う子素敵。いやー、いいね。雅を理解する子。うーん。意外と、あ、 <laughs> あのー、扱いがちょっと、違いあな扱いが <laughs>。ま、でも確かにそうかも。うん。中流館西高東宮東宮東京だよね。うん。はいはい、おー、びっくりした。何あら肉んくんあ、あ、つくばくんあ、あ、はいはい。弟か。 これ <laughs> ちょっと、ちょっとよる、いい格なの、それは。あら。11、19。あ着物。おあれあら。ペ、ペル、あ、ペコちゃんのあれなのあははは。<laughs> ああ。あこれは、あれだ、あのパターンだ。やばい。 やばい。ああ、これこのパターンだ。ああ、やばい。期待に応えるために、嫌な予感がする <laughs>。やばい顔をしている <laughs>。やばい。すごい、苦手な展開だ、これ。大丈夫かな僕、メンタル。うん。あらマジえめっちゃいいじゃん。北斗倒さなくても、あ、表録出た。 ヒョロくんあっ <laughs> いやそうねまあヒョロッとカードがあるから危険人物ではあるよはいあらあらやばいあおりに来てる うん。やー、やばいあ,あ、そう、そうか、そうなんよね、多分上がったのかなと思ったけど、上がってないんだね。わお。うん。まあ、そうね。 最終兵器わおいいねいいこと言うねただちょっとひょろっとカードが危険すぎるから要注意しておかないといけないさあ千早の着物似合うなーそうね全員で 持っていきたいうちょっと後ろから二番目さてオーダーかうんあ、あ、あ、やばい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 ,やばいちょ僕あの、刺したよ刺したや、ダメだよ余計変なことしてダメだよちょっと やばいガキが <laughs> やっぱりやってる <laughs> いやあっ <laughs> はああんまあ、でもほんとに良くないよ んー、机くん。おあら。<laughs> あら、すみれちゃん <laughs>。召喚 <laughs>。うん。わお。うん。うん。ああうん。 なる,ほどなるほどなるほどなるほどうああーあのチームかおあペロリ<笑><笑><笑>あ,あペロリはははっ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 は そうね。自信感は悪いことじゃないからな。毛をさらない。強さはあるから。うん。あー、そうね。そうかそうか。この3人はね、絶対落とせない。からね、基本的には。誰かが落とした段階でかなりきつくなる。さあ、すみれちゃん大丈夫かな うっ早い。ちはや。わおかっこいい。まあ、エースだもんね。んでも確かに。ねえ。あ、そうか。 ああ、そうか。そうか、そうか。同じように、迷惑かけたことあるから。ああ、つくえ君ん。つくえくん。もう、つくえさんって呼びます。うわ。つくえん、いい子だなー。ああ、もう涙がちょちょ切れちゃうよ。 でも、か、かっこいいね。男だね。すみれちゃんがやばい。<laughs> あっ。なかなか取らない。これ、やば譲ってくれ。あ、教えてくれた。優し、優しい。あ、ごはん、っ。あ <laughs> <怖っ>、<laughs> <うっ> <laughs> 気を、きをじゃ。 <laughs> 危ない,い。ギリ踏みとどまったけどわお。多分エレースだよね。わわわ。めっちゃ疲れてるけど、ちはやは冷静。わおわおパーフェクトわ、もう、天と地になってるじゃん。<laughs> わあ この、リリースさ、かっこよさ。うん、髪の毛わかる。あとはどこにあるか。さあさあ。そうそう早く。わお、いいねこの、表現。うん。さあ相手の、 相手の陣を取れていく。いいねいやー、ちょっとハマりつつあるんじゃないすみれちゃんも。あ、負けちゃったんだ。いや、でも、ちょっとハマりつつある。それが、カルタにはまる時だボ僕とさんが言ってる、心の僕と。さて。あら。そうか、女帝いないのか あらバイタリティすごいエネルギッシュだなんうんあええっとあふ、ふふたああそうっあそうかあ <laughs> それでいいの <laughs> いいのかこれは <laughs> はいうんうーんまあでもうーんうんそうね考えてないタイプじゃないよね多分 <laughs> そうね多分ではあるでも墨では絶対考えてると思う時間をかけて見守ってほしい さあ声出しチームうわっあはははっバイッうんやばいやばいペロリしていこうペロリうんわあいやーやっぱり違うんだろうな ちょっとかわいい。<laughs> ちょっとかわいいとか言っちゃった <laughs>。対戦相手がかわいくて強されちゃう。面空がきついな。あ、やばいやばいやば汗が。お、お、あーやばい、下の国。ああ。そうか、下の国からいやー全く違うな、競技性が。相手は洗練されてるもんな、もう、競技かルタで。 うん。キャプテン。キャプテン。永久きついな <laughs> うーん。頑張ろう。いや、永久きついな。 確かに経験できるのはうん確かにあーんん <laughs> やばい戦闘狂だいやーでも相手なめてるよ筑波んのこと 素人だって。おぉ早え洗練されてる惜しいあすごいハマっちゃった。わ、そうか。同じ永久でもちはやと、比べてる早い。肉んくんのが強い。 永久でもそれだけの差が。北の町子供館。ひろ兄ちゃん。あー。そうか。カルタヒーローなわけだ。いや、見せてあげてほしいな。永久から敵陣抜く。敵陣抜くの見せてあげてほしい。どっち アハハハッペロリきたアハハヤバいびっくりしてるがんばろがんばろがんばろわおあつくばねあつくばくん たあ歌なのかこれ全員今気づいたかもうんあそうなんだ <laughs> あそうか下の句かるただからかうんわオ多いなわおうわ多いな でもね、指導者として良すぎるつけくん。お、ペロリ。札もペロリ。来た。得意札。いいね。あの札相見て。ペロリ。ペロ、早い。あ、まだ早いな。あ、やばい。ペロリが多い。ペロリが多い。やばい。札ペロが多い。ペロリ札が多いな。 わおちはやマジお手つきなし、うん、あ、うんああそうだだ,だよね今までそこが弱点なんだもんね1枚無条件に上げてるみたいないやーでもうわープレッシャーがかかっても 戦えてる。うん。ああ。OK! ーー <laughs> さあ、見せる背中があるから強くなってるし。さあ、あとはつくばくんのその背中を追いかけてくれ。<laughs> ああ。さあ、 いやでも戦う兄貴はかっこいいぜああ厳しかったか13枚差あコマロくんも2枚差かあー、惜しいねでもあっ B 級なんだあーでも戦えるようになってるねツッケイくんもあらら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 そっち うーん。ああ頑張れ、つくばくん。お、はあ、あらもうき、ずっと思ってくれてる。ずっとヒーローなんだよ。あらやばい、勧誘。 や原田先生喜んじゃう <laughs> おじさん喜んじゃう <laughs> あらもうめっちゃいいじゃないもう超いいわもうマジでいい心の動きあはいしのぶちゃんあらあら戻ったわね体形今年 <laughs> あお うん。うん。お。なんか反応ある。なんか絡みあるやっぱり。新た。やっぱりなんかあるつなが。ちっちゃい頃に合ってるニューって書いてある。 あ、やっぱりなんかつながりがある忍ちゃんうわなんかあるぞどうだろうおじいちゃんつながりかなおじいちゃんに教わってるとかでもずっと一人でやっててあれなんだね多分誰かとやってないよね演習相手が欲しかったらって言ってちょっと待っていろいろと情報が多いんだけど いやでも、まあ、何にしろ一番気になったのは、やっぱりちょっと、あのー、前回のクイーン戦の忍のちゃんを見てから、今を見たから、あの、忍ちゃんが細すぎて、大丈夫かなって心配になってる。うん。痩せすぎてないかな、みたいな。おじさん心配しちゃうのみたいな。あいやでもいいわ、もう、キャラクターの描き方がほんといいわ。いやでも、ちょっと待って、新たと忍ちゃん、なんかあるな。これ、高校選手権でぶつかるだろう。 これ、ななんかあるな絶対戦うよどうなんだろうなでもあなた勝つのかなえでもあなた勝ってもコ <laughs> ロロン オロローケーオーケーオーケーマジでいいマジでいい超楽しみはいというわけで見終わったわけなんですけれども最高加工のアニメやばいなマジでおもろすぎないですか皆さんおもろすぎますおもろすぎ警報鳴らしていいですかちょっとこの作品ちょっとやっぱり面白すぎるわ、うん、格がげえやっぱりなんか、うん、好みなのかなこれはでも 好みとは違って面白い気がする。多分万人に勧められると思うんだよね。たまにね、やっぱり僕もアニメを見てて思う時があるんですよ。これ多分ね、面白い面白いって言ってるけど、これは僕の好みにバッチリハマってるから面白いんだろうな、みたいなところがあるけど、これは、 なんかでも普通におもろいと思うけどな、なんか。なまあまあ実写化するぐらいがおもいんだけど。まあおいの定義はそもそも人によりけりなんだけど。なんか好みとか抜きに好きだわ。なんか、そうだ、これだな。この感覚は。なんか、この作品好きだわーって言える作品だよね。ああ、面白い、それでいて。なんかやっぱり、なんか予想させない感じというか。 なんか予想を裏切るようで裏切らない感じがめちゃめちゃいいよね。うーん。なんかネガティブなノイズが本当に少ないから見ててやっぱり気持ちがいい物語ではあるわけだよね。うーん。普通だったらもうちょい負に振り切っても全然おかしくないわけですよ。なんか。負の方向に負の方向に。だから筑波くくんが書き換えて出てめちゃくちゃしちゃうとか。 それこそ、なんか、ね、なんか弟の期待を裏切って、弟がうんぬんかんぬんみたいな、そういういざこざに振ってもいいところなんだけど、うん。作者さんがそういうのあんまり好きじゃなかったりするのかななんかそういった僕も苦手な部分のノイズがないんだよね。そこがすごい安心する、見てて。だからね、本当に書き換えちゃった時、僕、本当にやばい、苦手な展開どうしようみたいな。あんまりね、キャラにヘイトを向けるの好きじゃないので、僕。 うん、ヘイトを向けるっていうか、なんか、キャラを嫌いになりたくないって思うタイプの人間なので、ぶっちゃけ。うん、嫌いになると疲れちゃうからさ、見てて。<laughs> だから、こいつムカつくな、なんだよ、反省しろよって思うの、好きじゃないタイプだから、やっぱり、なんか、 なんやかんや、いい形でまとまってくれてていいよね。机くんが机様すぎるんだよな。いやもう、神様、仏様、机様だよ。うん。指導者としてもめちゃくちゃいいし、ね、論理的でさ、やっぱりデータに基づいてるからさ、反論を許さない感じがあるじゃん。うん。 だからさ、なんかもう言われた側は聞くしかないみたいな、そういうデータに基づいてるならみたいな。うん。あの札も組めたら18枚だよなんて言ったらさ、もうなんか強くなるよとか才能あるよとかさ、そんなさデータに基づいた人が漠然とした才能っていう言葉を用いて、やっぱり人を評価してくれるって、すごい多分言われた側は嬉しいと思うんだよね。うん。 ここうやっててデデーータタに基づいてデータ以外のことは何も興味ありませんぞみたいなね、雰囲気を持ちながら結構やっぱり才能だとか漠然とした思いだったりだとかそういったものに対してめちゃくちゃ熱い机くくんのこのキャラクター性が絶妙すぎるしそんな中でちょっとねやっぱりこう悪いことをしてしまった目立ってそれでいいんで俺はヒーローなんだぜみたいなそういう利己主義的なものでもなくやっぱり机くくんに当てられてあんなみっともないことしたんだから少しでも少しでも少しでも活躍していい姿を見せたいんだっていうさ根本の わけじゃん自分が目立ちたいからあそこに入りたかった目立った姿を見せたかったではなく今までやっぱり北海道で下の句かるたでヒーローなんだぞっていう風にやった姿を弟に見せたかったっていう優しさなわけじゃん筑波くんのあの行動って。うん。 うん、なんか一時の感情でキャラクターが動いてるってわけではないんだよね。行動はもちろん軽率だったかもしれないけど、ただ、その中にはいろんな思いがあって、引くに引けない、やっぱりヒーローでありたいからっていうところで引くに引けないところがあって、とか。うん、でもいいよね。白波界三人確保。うん、原田のおじさんよ、泣いて喜んじゃうよっていうところでもあるんだけど、いいよね。でもあの、弟たちもね。うん、お姉ちゃんもすごいけど、お兄も負けないからね、みたいな。もう、あんな弟もって、つくばくん幸せ者だわね。 あーでもいいや、めちゃめちゃかっこよかったよっていうところもあるし、すみれちゃんもね、カルタにはまりつつあるわけだよ。やっぱり負けるのもあんまり好きじゃないんだね。真面目で、ま、なんか、マジだから何に対して、好きになったものに対して、これマジになったものに対しては、 グッてまっすぐ行くくタイプだだから負けたくないんだよそれこそやっぱり多分千早にもなんか太一との声は負けたくないとも思ってそうだからいいよねこの負けず嫌いなハングリーさみたいなものを持ってそうでめちゃくちゃいいなっていうところですね超いいわ超いいわあ忍ちゃんの部分も気になるところではあるわけなんですけれどもとりあえず次回ね決勝リーグ上がっていくのかな決勝トーナメントかな上がっていくと思いますのでまあ北欧のね最終兵器がどうなっていくのか秘密兵器だっけうんまあでももう北欧の秘密兵器といえば、まあ、ヒョロくんでもま 間違いないなと思うんだけどね、うん、だって1年の段階からレギュラーだったわけだしねっていうところもあるしあまあ何よりやっぱり危険なのがヒョロットカードなんだよなあのヒョロットカードオーダーを見透かされてしまうやばいぞち早に千はになんかあのー、なんかやっぱり始めたての子をぶつけてなんかここは一旦捨て駒だみたいなそういうそういう非道なことというかあの味方を切るもう優勝のために もうい、なりふり構わない北欧みたいな、そういう姿を見せられたらどうしようとか思っちゃうんですけど。はい、というわけで今回はこんな感じで終わります。以上、ちはやふるに、第3話でした。バイバイ。